キチャンネルドラフト戦略追加オプション、ね、はい、ちょっとまだ上げられなかった選手がね、はい、まだいるんで、今日の動画は12球団のスカウト編成の皆さんのために、はい、サザエチャンネルがおすすめする、はい、まだ上げれてない選手のレポートを、はい、今日発表していきたいと思います、はいはい、どっか欲しい球団があれば取ってほしいっていう感じですね、うんうん、はい、じゃあまずはキャッチャーから、うん、キャッチャーポジション別にいこう、はい、キャッチャーでこれまで名前に上がった選手は、まあ、椎木さんの息子ね、はい、椎木健吾捕手とかね、うん、あと現代高崎箱山春人、はい、うん、選手とかね、高校生でいうと、うん、あと早稲田の印出太一捕手とか、うん、中部大の清水智弘捕手、うん、そのぐらいかな。あとは日本生命の石井裕太捕手ね、はい、とか上がってますけども、はい、まあ、あれですね、あ、俺何ですか、あるかも、あります、中日におすすめ、はい、キャッチャーね、はい、野口大志、あ、 NTT 東日本、うん、愛知共栄、愛知、愛知英徳高校から、はい、名城大、うん、NTT 東日本、うん、野口、20だから今年だから2の3、4、5か、5の年だね、でドラフトだね、うん、地元だから、そうさ、名城の時に指名漏れしてね、うん、すごい悔し涙流して、うん、女手一つで育ててくれたお母さんと一緒に、うん、今年ね、うん、本当にチャンスなんですよ、あるんちゃうね、はい、しかもドラゴンズね、キャッチャー、うん、打てる星として、うん、バタバタしてるとこもあるし、打てる星欲しいでしょと、はい、欲しいですね、うん、あとあるキャッチャー、まだ言い足りない、キャッチャーで言ったらやっぱり藤井大が、うん、もうチームから藤井大めっちゃいるね、チームから7人プロ志望として出してる、ね、藤井7人衆もそれもう誰か一人だけいけんかったら地獄やね、ほんとそうですね、やっぱキャッチャーの子も出してるんですよ、坂本達也君っていうね、はい、出してるので、こちらもやっぱりピッチャーは結構注目されがちなんですよね、うん、やっぱり安徳くん、長嶋くん、うん、そして佐藤くんっていう、うん、でもキャッチャーもの坂本くんもいるので、こちらもちょっとよかったら注目してほしいなと、うん、はい、あともう俺の後輩から上げとくね、お、茨城アストロプラネッツ、はい、大友壮、お、帝京大学から日本通路に行って、はい、うん、で退社して独立、はい、だからもうプロ行きたいんやろうな、どうしても、うん、だから移籍したんやろうな、はい、名前だけ挙げとこう、キャッチャーなんですよね、キャッチャーだね、はい、キャッチャーキャッチャー、まあ佐藤さんの提供だのね後輩のキャッチャーだということで、まあ俺超えるのなかなか難しいけどね、あ、そうですね、でもまあね、一応ね、うん、はい、やっぱり名前、あとあとちょっとちらっと言ったかもしれないけど、笹原君、九州共立大学の笹原君っていうのは本当にもう肩も強いですし、うん、まあ、ある人は岸田みたいになるんじゃないかって言われてて、うん、キャッチャーとしてこう、うん、はい、だからまあおそらく間違いなく可能性かかるので、うん、どっかの球団、うん、はい、まだ皆さん注目してもらえたら、うんうん、キャッチャーね、キャッチャーでこうおすすめね、はい、はい、じゃ次ファースト、ファーストファーストファーストあんまりいないよね、うん、ファーストだけってね、ファースト専門職でドラフトにかかるって難しいですよね、外国人っていう、でもファーストだけで今ファーストで今はそうなってくると、うん、清原さんの息子ちゃん、あー、そうですね、慶応からお、確かに、うん、翔吾くんね、うん、どうなんだろうね、ねえ、そうですね、そのもう伸びしるとポテンシャル見るしかないよね、やっぱ六大学通算の成績でいうと、うん、まあやっぱり数字的には低いから、はい、圧倒的に通算2割2分ぐらいのホームラン1本だって8でしょ、うん、だからそれだけ見ると低いから、もうポテンシャルと、はい、だっていろんなマルチスポーツやってんだもんね、すごいですよ、うん、だから体的なポテンシャル、未来への期待で多分行くしかないから、だから育成とかでは俺はありだと思うんだよね、うん、正直、うん、そういったところでどこまでかかるかは、まあ、今年のドラフトの一つの注目でもあるからな、そうですね、うん、そこはまあポイントだよね、まあ、名前としてはもうめちゃくちゃね、売れてますからね、続いてじゃあ二遊間、二遊間、うん、はい、はい、東北福祉大学から、うん、4番ショート、うん、島袋浩平選手、うん、はい、で3年秋のリーグ戦で、うん、ホームラン、打点、ベストナイン、MVP の個人4冠取ってます、うん、東北のリーグでね、うん、で走行者揃った内野手ということで、まあ、福祉大からもまあこう名選手毎年結構出てますので、うんうん、もう本当に強いチームです、そこの4番を張ってたショートなんで、うんうん、島袋浩平選手ぜひよろしくお願いします、うん、あとはまあ二遊間そつなく凝らして、はい、ね、安心感をもたらすというところでいうと、うん、早稲田の山形修、はい、いいですよ、守備めっちゃうまいですよ、はい、職人気質っていうところでね、そうそう、二遊間でね、はい、うん、そういったところでこの厚めにしたいっていうね、うん、ところはだから
中日に行った田中ね、はい、田中幹也選手みたいな感じで生きてるから、うん、厚めにしたいという人はね、うん、いいよね、はい、あと左のショートもちょっと1枚入れておきますか、はいはい、この神奈川大学の庄司君170cm73kg、うん、一塁に到達タイムが 3.9 と、うん、かなり足も速い横浜高校出身の子なんですけど、うん、リーグでなんと 100安打達成と、うんうん、でまあ、元々 DeNA ジュニアなんで横浜かなと思ったら横浜多分取られないと思うので、うん、他の球団、まあ、センスはすごいあるし渡来津田とかに続くプロ入りの目標だと、うん、本人頑張ってますので、うん、はい、まあ、神奈川大学の庄司君、庄司君、はい、はい、でさらにまだいますよ、慶応から水鳥春樹選手、うん、まあ、ショートのレギュラーだしサードもできるっていうところで、うんうんうん、視野な打撃と足が自慢ということで、うん、大学日本代表候補にも選ばれてる、まあ、足も速い選手、うん、っていう感じですね、うん、パンチ力もあるし足も速いと、うん、でショートです、うん、はい、あとやっぱ高校から金沢高校斉藤ちゃん、注目度高いですよね、うん、走行し揃ってね、はい、パンチ力も身体能力抜群、うん、ね、あとは大阪学院大学附属高校、うん、今坂君、今坂君、だって何気に2大会勝ったんだよね、うん、強かったです、うん、あとは、あとない？二遊間言い忘れてる、いい、そうですね、ああ、もう他はだってね、まあ、目玉は船山くんですしね、そうだね、うん、じゃあサードいきますか、ま、サードいる？サード言い忘れた人いる？サードやっぱ柳田くんじゃないですか、先生、やっぱ柳田くんですよね、うん、はい、ジャパン代表に入って、うん、すごいジャパンに入ってこう株を上げたリングのいいですし、うん、まあ、僕はバットに乗せる運ぶ能力高いなって思うんで、うん、サードで国学で、うん、サードが欲しい球団があれば、うん、いいんじゃないかなと思うんですよね、はい、まあ、サードで言うと私が推しのどこかで紹介した佐々木大選手ね、うん、青学の、はいはい、うん、ホームラン打てる内野手ですね、うんうん、あとはじゃあ外野、うん、言えてないところ、外野いますか、まだ言えてない、うん、娘、まあ、おさらいすると西川選手、渡辺選手とかね、うんうん、あと私推しの藤大の麦谷選手だったりっていうところがいますけれども、うんうん、まあ、僕、大学で言うと、ちょっと最初の方に言った井上君ね、うん、左の大砲かな、あとは竹内君、立命館大学の辰巳2世、うん、とか、あと、フレール柴崎、大阪経済大学とか、うん、徳丸君は出してないんだよね、志望届けね、はい、あと、まあ、そこに合わせると、ちょっとね、かかってほしいなって、ちょっと要望もあるんですけど、うん、八戸学院大学の平尾君、うん、春日部共栄高校から行った子なんですけど、うん、この子もバッティングセンスっていうのは非常に。高いものがあって、なんと10球団が見に来てるということなんですけど、うん、どこかでね、かかってほしいなっていう、うん、バッティングセンスはすごい高いです、はい、飯山さんの息子さんもね、ああ、そうだね、立正大で、そうですね、いらっしゃいますね、うん、で、早稲田の吉野選手とか、うん、旧三大の浦田選手だったりっていうのがまあ注目ですね、うん、あと、あれね、ギータね、ギータ2世、寺本、ね、ああ、はい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 、はい、こちらって言いました、はい、あと日本経済大学の、うん、右の大砲、うん、リン君ね、リン君パワーだけはどうなるか分かんないという話をしています、うん、本人プロに行きたい、台湾出身の、うん、あと高校生一人いいですか、高校生、はい、うん、はい、足でプロ入りは多分絶対できると思うんですけど、うん、あの大社旋風を巻き起こした藤原君、うん、高徳との戦いでね、うん、あの話題になったりこう大社をこう買っていった時のセンターを持っているところなんですけど、この藤原君足がとにかく速いと、うん、一番センターで、うん、右で走れる足が欲しい球団は、うん、ぜひ、あと徳島インディングソックス毎年プロ入りするからね、お、うん、あと寺岡武人選手ね、はい、うん、内外野守れて、ね、うん、まあ、育成でもひょっとしたらあるかもかんね、うん、うん、あと東京ガス中尾雄介ね、はい、うん、ちょっと小柄だけどパンチ力あるっていうね、うん、ところで、うん、いいですね、うん、全員上げていこうね、はい、可能性ある選手は、うんうん、ラマルニキータも忘れないようにね、来ていただいて外野手頑張れラマル、うん、はい、ほんまに頑張れニキータと、二遊間で佐藤さんと同じ智也っていう名前の三菱自動車岡崎、うん、古川智也選手、おいいだいいだ、佐藤さんと同じ智也で、智也くんですよ、可能性あるで、はい、職人気質の好選手ということで、まあ、守備がいい選手ですね、慶応です、慶応から三菱自動車岡崎、じゃ続きピッチャー、はい、じゃピッチャーどう、言い忘れてた選手いない、いますね、うん、あ、じゃあ高校生、花咲徳栄高校、うん、上原大河投手、うん、ですよ、注目度は高いと思うんですけどね、全然出てこなくて、で、救援とか先発ではなくてそのリリーフとか抑えもできるっていうところですね、うんうん、ただ完投スタミナも抜群ということで、うん、これ出してますよね、出してます、うんうん、はい、
あとあれじゃない、鹿児島実業の井上くんちゃん、おーいいですね、うん、最速151キロ、うんうん、スライダーフォーク、うん、カウントダウン取れるらしい。へー、フォークでカウントダウン取れるってでかいよな、すごい、うん、あとね、僕ね、うん、もっと言いたかったですね、このね、川野くん、宮崎学園高校の川野くんっていう子がですね、はい、左で190センチの体で、うん、まあ、マックス140キロ、うん、で、速球でバンバン行くっていうのも制球力でゲームを作っていくっていうタイプのチェンジアップスライダーを投げ分けるピッチャー、うん、この子は多分絶対かかると思うんですけど、おー、はい、どこかね、面白いと思う、将来性というかね、うん、はい、何くんだっけ、川野くん、すぐ忘れちゃう名前、川野くん、うん、宮崎学園、はい、あとまあワンチャン、うん、フレッシュオールスターにも出てたんだけど、はい、オイシックスと上村智樹、サイドスローなんだよ、まあ、だから変則が好きな、はい、制球だけが課題、うん、これ制球制球は鍛えればまあ鍛えるっていうか、もう考え方、うん、はい、もうコース狙うんだっていう、うんうんうん、だからもう1イニングをもう力投派で抑えていくっていう、うん、っていうところで、まあ、リリーフどうにかしたいっていうね、うん、ワンチャン、はい、DeNA とかね、うん、まあ、ワンチャン育成取ってて、はい、様子見るっていうのも手だね、うん、あとね、小沼くん、はい、子がね、いるんですけど、うん、札幌日大の左ピッチャーなんですけど、うん、この子は身長177センチ、83キロで、スライダー、カーブでこうゲームを作る能力が高いと言われてて、うん、あるスカウトは言ってます、うん、へー、はい、あとあんまり名前が上がらなかったんですけど、うん、もう毎年入る明治大学から、うん、アサリータモン投手ね、うん、で、リリーフで規制があるみたいなので、うん、去年から救援として出場して、すごく注目されてるピッチャーなので、うん、リリーフが欲しいっていう球団にはいいかもしれないですね、うん、あとあれだよね、日体の2人ね、日体も何気に活躍するからな、はい、うん、寺西、箱山ね、箱山、はい、ああそう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 、うん、日体大の2人も忘れないように、うんうん、はい、埼玉の宮城とかいらないですか、うん、埼玉の宮城、はい、ああいう感じのこうなってほしいなっていう、うんうんうん、思わせようなピッチャー、山村学園の西川君、うん、身長はそこまで高くない、172cm、72kg、左のサイド気味が 172kg だけなんですけど、うん、本当にね、フォームのバランス力で崩れない、うん、大きくバーンって崩れるような、おりゃーみたいな感じじゃないので、うん、これはプロに入って伸びるんじゃないかな、おそらく支配下ではかかってくると思います、うん、あと、一人いいですか、はい、これはどこの球団も多分注目してるんですけど、沼井レオン、うん、レオンですよ、うん、はい、はい、神奈川県で横浜隼人、うん、でナイジェリア人の父と日本人の母を持つハーフなんですけど、うん、憧れの投手はダルビッシュ、うん、で186センチ82キロのプロ注目の若干スリーク右に投げる子なんですね、うん、右で身体能力高い、体にすごいバネがあるので、うん、どっかの球団は、うん、潜在能力っていうところで、ポテンシャル高そうだね、ポテンシャル高そうなんですよ、今育成あるからね、幅広いからね、うん、はい、うん、かなりスカウトも見に行ってます、おヤクルト小川さんも行ってます、おお、支配下来るか、支配下で多分来るって、これはね、うん、DeNA は総括部長も行ってます、へ、うん、名前、何くんだっけ、沼井レオン、沼井レオンくん、はい、はい、どこかでお願いします、おお、まあ、ということでね、はい、はい、まだまだいっぱいいい選手はいますけどね、はい、はい、ちょっと紹介しきれないんでね、あとはまたね、はい、当日ドラフトが行われて、うん、ね、終わったら12球団総括しますんでね、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、ということでね、まあ、プロにかかるかかからないかもね、うん、まだチャンスは何回もあるからね、そうです、あ、ね、1回ダメでも2回目とね、うん、いうところもあるんでね、古田さんなんて立命でかからなくてトヨタでかかってだったからね、うん、まだまだチャンスあるんでね、はい、まあ、でもどうなるかね、その当日楽しみにしましょう、はい。